アメリカ緑の党はアメリカ合衆国の政党。従来の政党との重要な差は環境視点に立脚し中央集権的管理を拒絶する傾向がある点である。現在アメリカ合衆国には緑の政治を掲げる緑の党が複数存在する。当該記事のアメリカ緑の党とグリーンズ緑の党アメリカ合衆国である。 また、緑の政治を標榜する団体も多数存在している。最大規模のアメリカ緑の党を含め、緑の政治を掲げる、国会議員は存在しない。2000年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のブッシュと民主党の5話の事実上の一騎打ちであり、アメリカ緑の党公認候補のラルフ・ネーダーは、法的に、公費援助が受けられる、得票率5%獲得を目指した。 しかし、ブッシュとゴアは接戦となり、緑の党支持者から比較的政策の近いゴア2票が流れたため、ネイダーの得票は2.74%にとどまった。しかも、フロリダ州で多くの疑惑を残しながらも537票の僅差で、ブッシュの勝利が認められたことから大統領選でのブッシュ当選が決まったのだが、同州で97,488票。 獲得したネーダー表のごく一部が5話に流れていれば、勝敗がひっくり返っていた。このため、一部の民主党支持者などから非難を受けた。2004年アメリカ合衆国大統領選挙での、アメリカ緑の党の大統領候補は、テキサス州の弁護士、デイビッド・カップ、副大統領候補は、メイン州の労働運動家、パットラ・ラマーチである。同党の2000年の大統領候補。 ラルフ・ネーダーは独自に立候補を発表した。彼は2004年選挙での党の指名を獲得することを試みた。指名がなされなかった時、彼の伴走候補者、ピーター・カメイユはミルウォーキーでの党大会で行った。私はデービッド・カップと共に手を取っていくつもりだ。多くの党員はネーダーが党の大統領候補に指名されなかったことに党枠を表したが、他の者は 大統領選での勝利を勝ち取るよりも、地方レベルで、党組織を作り上げることに専念する必要があったと、語った。2000年大統領選挙で、ネーダーが、ゴアの足を引っ張った形になったため、今回は、民主党のケディ候補を側面支援したのである。ネーダーは、無所属で、強行出馬したが、得票は激減。カップも得票は伸びなかった。また、結果は、 共和党のシュが再選し、側面支援の効果は出せなかった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党を離党したシンシア・マッキニーを大統領候補に、ジャーナリストでヒップホップダンサーであるローザ・クレメンテを副大統領候補に擁立している。いずれも黒人女性。ネーダーは今回も党の候補として指名を得られず、無所属で立候補した。 しかし、マッキニーは15万票余りを獲得したに止まり、ネーダーも票を微増させたが大勢に影響はなかった。結果は、民主党のオバマが大差で勝利した。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、内海のジルスタインを大統領候補として選挙を戦い、前回選挙の2倍、前々回の3倍以上となる39万票余りを得た。 2016年アメリカ合衆国大統領選挙でも、前回同様スタインを大統領候補に指名し、合衆国人権ネットワーク事務局長のアジャムバラカが、副大統領候補に指名された。アメリカ合衆国の二大政党と同様に、党本部機能は、全国委員会である、緑の党全国委員会が有している。党主職である全国委員長は二大政党では、 独人制で一人が就任しているが、アメリカ緑の党では合議制で、複数人が就任する。ありがとうございます。